腹筋運動すると腰が痛い。起き上がることはできるけど首が痛い。そんな方は腹筋がうまく使えてなくて腰の筋肉が硬くて反り腰の癖がある可能性大です。そんな方もカエル足で腹筋することでお腹にしっかり力を入れて骨盤を後ろに寝かしたまましっかり腹筋に効かせることができるようになります。1回がそれなのでメジャーを使ってウエストのビフォーアフター計測してみましょう。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。膝曲げたまま足持ち上げて足パカゆっくりしていきましょう。股関節の動きを良くすることが目的なのでゆっくりでいいので普段動かさない辺までしっかり開き切る閉じ切る開き切る閉じ切る、これ意識していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲までしっかり大きく動かす。余裕があればお尻をちょっと床から浮かせると腹筋にも効いてきます。前ももをお腹に近づけるイメージですね。ラスト1回しっかり閉じ切る。よし、 OK。 次、右足を大きく外回し、時計回りと反対、反時計回しで回していきます。これもゆっくり大きく普段動かさない範囲で回していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。スピードは重要ではないです。股関節ゴリゴリなるよって方は痛みがない範囲で回していきましょう。逆にね、痛みがなければ大きく回して OK です。呼吸は止めない。スピードよりも普段動かさない範囲で動かして股関節を、動きやすくすることが目的です。よし、 OK。逆、左足いきます。大きく外回しです。内側から外に向けて、こちらは時計回りですね。大きく回していきましょう。股関節の動きを良くすることが目的なのでスピードよりも普段動かさない範囲で大きく回していきましょう。この後からね、やっていくカエル腹筋でしっかり股関節開いた状態でできるように準備運動を兼ねた種目です。でどうしてもね、股関節ゴリゴリなるのが気になるよって方は概要欄に股関節ゴリゴリなる方用の動画を貼っておきますのでぜひ試してみてください。よし、 OK。 この次からカエルの種目やっていきます。足の裏を合わせて膝はなるべく外に開く、こんな感じです。かかとはなるべくお尻に近づけましょう。この状態作ったらお尻を持ち上げて下っ腹使うイメージ、こんな感じできますか。頑張れ。きつかったらこうやって空いてる手で使ってサボっても OK。 もしくは手をね、床についてこうやって反動使ってもいいです。しっかり下っ腹意識して膝を外に広げていく、頑張って。しっかり下っ腹意識して膝外開いておいて、ゆっくりでいいです。スピードは勝負、スピード勝負ではありません。ラスト1回 OK。 どうですか皆さん、下腹効きましたか。ちょっと休憩の種目挟みます。左足を右、こっちにねじります。膝は床につけて、この左肩なるべく床に近づけるとお尻、腰、背中伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。で、これね、無理にギューって伸ばして腰痛めてもあれなので痛気持ちいいぐらいで良いと思います。でもしね、途中きつかったりしたら再生速度調整したりとか、各種目最後の10秒サボったりすると良いと思います。 OK。 逆向きいきます。右足を左、こっちにねじります。お尻、腰、背中伸びる感じあれば OK です。これよくね、腹筋の動画なのになんでこんなストレッチがいっぱい入ってるのって聞かれるんですが、僕の動画基本的にストレッチと、エクササイズ、筋肉使う動き両方入ってます。でそれ両方やることでくびれなかったウエストがくびれたりとか下っ腹がへこんだりとか、そういう声多数いただいてます。柔軟性も筋力も両方必要って考え方で僕はやってます。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたらもう一回上向きに寝て、足の裏は合わせて膝はなるべく外に開く、かかとはなるべく体の方にギュッと近づける、この状態作ったら後頭部で手を組んで腹筋しましょう。頑張って。ゆっくりでいいです。で、首痛い方は手でちゃんと頭を持ち上げて腹筋使って起き上がる。首で起き上がると痛いです。手でちゃんと頭を持ち上げてください。お腹下っ腹効いてますか。しっかり膝開いておいてくださいね。頑張って頑張って。
しっかりお腹意識して、ふぅ、あと2回いきます。ふぅ、ラスト1回しっかりお腹意識して、よーし、OK、よく頑張りました。ふぅ、休憩ストレッチ、膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに足開いたら、つま先を内外にしっかりねじっていきましょう。ふぅ、呼吸止めないようにしましょう。しっかりつま先内外にねじる、この股関節ね、付け根から動かしましょう。休憩です。どうでしょう皆さん、カエルの種目できましたか？しっかりね、足の裏合わせて股関節外に開いた状態を作ることで、あのね、腰が反りづらくなるので腹筋にめちゃめちゃ効くと思います。もしわからないって方いたらコメントで気軽に質問してください。 OK、 そしたら次はカエルデッドバグ、足の裏合わせて膝開いて手前に引く、この状態で手をバンザイして足と手を同時に持ち上げる。ふぅ、お尻は床から浮くように、上半身は肩甲骨床から浮くように、よーし、 OK。 一回戻す、休憩しながらでいいですよ。もう一回いきます。足の裏合わせて膝外に開いてバンザイしてデッドバグ、ふぅ、しっかり腹筋使ってお尻が床から浮くようにして、上半身は肩甲骨が床から浮くように、よーし、 OK。 きついですね。最後一回だけ頑張りましょう。し、足の裏合わせてバンザイしていきます。頑張れ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 、しっかり腹筋意識して、よーし、 OK、 よく頑張りました。そしたらうつ伏せになりましょう。スマホは持ってうつ伏せです。スマホ顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横について上半身ぐっと反らせます。こうやって肘伸ばしきると腹筋伸びてくると思います。ふー、お腹伸びてれば正解です。でもしもね、腰が反って痛いよって方、こんな感じで肘ついてちょっと顎を持ち上げる、こうすると腹筋伸びてくると思います。ふー、お腹伸びますか？ふー、腰痛い人絶対無理しないでください。で、次は皆さん大好きなプランクの新種目いきますよ。手をついてこの腕立てみたいなこの体勢作ります。で、この体勢でちょっと腰を丸める、わざと猫背作ってキープです。腹筋に効いてますか？ハイプランクという種目です。ふぅ、もし腰が痛いとかいう方は手をね、もうちょっと手前の方に引くと良いと思います。で、どうしても腰反っちゃうよって方、おへそを覗き込むようにすると猫背作って腹筋に効きます。めっちゃきつい、頑張って。きつかったらサボってもいいけど、あともうちょっと頑張って、頑張れ頑張れ頑張れ、きついきつい、ふぅ、きつい、あと少し頑張って、よーし、OK、 よく頑張った。そしたら最後、ふぅ、お腹伸ばしておしまいにします。上半身寝かせて左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここ伸びれば OK です。ふぅ、つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすとお腹伸びてくると思います。ふぅ、腰痛い方絶対無理しないでください。ふぅ、でこれね、腹斜筋ってお腹の筋肉ストレッチしてるんですが、結構難しい種目なのでいまいち伸びないって方たくさんいると思います。肘はちゃんと床につけておいて、つま先は遠くに向かって伸ばす、いろんな角度でこうしたら伸びないかなって試してみてください。ふぅ、呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK、 反対いきますよ。よし、上半身は寝かせておいて右足を左こっちに持ってきます。右のお腹伸びてくれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。皆さんどうでしたでしょうか？どうしてもね、腹筋してて腰が痛くなる、首が痛くなるって方いたので、カエル腹筋今日取り入れてみました。やってみてどうだったよとか、感想をいただけると助かります。あとね、ぜひ1週間チャレンジ、みんなでやりましょう。コメント欄どんどん使ってください。ふぅ、あとね、この動画短いので物足りないよって方は概要欄に追加のストレッチ貼っておきます。あとはね、LINE アットも最近始めました。LINE アットで、皆さんのね、悩み簡単に解決してます。もちろんお金かからないので、ぜひお気軽に LINE アット試してみてください。OK、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。僕が2ヶ月でマイナス8キロした方法、無料メルマガ登録でプレゼント。概要欄か固定コメントから無料メルマガ登録すると無料で受け取れます。